あやちゃん、はい、ルーブル美術館の近くにやってきました。寒い。今日今18度です。あ、太陽浴びてはる。太陽大好き、はい、さあこの横にね、この看板がある通り、今日はブロカントにやってきましたよ。イエーイ。リックは初めてやんな。俺ここのは初めて。早速そこに見えますか。あ、見えへんけど行ってみよう、はい、今日は何手に入れますか。アクセサリーと、うん、でお皿、まあ、そういうのがあったら。あ、って言ってなかった。最近コレクションしたお皿を結構プレゼントしたので、うん、そうですね、またプレゼント用にあったらいいなと思います。いつかできるオフ会の時のために。そうやな。貯めておこう。いつか貯めておこう。まあでもそれ以外にもなんかいいのがあったら、うん、ゲットしたいと思います。 OK、 じゃあ行きましょう。やってるわ、ほら、マジやってる、マジやってる系。マシャービデオ。なんかもうすでに可愛いお店発見やん。あ、なんかでも飲み口久々やね、なんだかんだ。おお、あ、これ良くない。でもな、これ飾る用の。うまいな。あ、むしろこれ良くない。おお、あ、それいいやん。これ欲しかったよな。お皿飾るやつやな。お皿飾るやつ。あ、それいいな。ということやろ。あ、うん、いいやん。あ、いいやん。いくらやろ。3ユーロぐらいやったらいいねんけどな。うん、これちょっと見てみよう。それワンチェック。で、何それ。あ、かわいい。カップさえあればってやつなあ。まあ、小皿として使ってもありっちゃありやんな。ちょっとでもここのくぼみが気になるよな。まあなあ、この辺はあれやねんな、そういうカップ系のなあ。よきよき使える。これ何これ。わあ、一人用鍋。めっちゃ欲しいやつやん、これ、ほら、壁に。え、俺なんか地味にこれ好きやねんけど。あ、出た、パイ。パイ、ボンジュー。ムチェセ、コンビアサー。サーセ、2ジョンオーサー、2。2? あ、ウィ、10本差し入れ、プレイ。メッシー。メッシー。一発目。あ、それ、お皿飾るやつゲット。お皿飾るやつを買いました。香水買ってから、ちょっと香水の瓶が気になるようになってきた。いいよね。綺麗。ちょっとね、インク瓶もちょっと探してるんですか。おしゃれなインク瓶。なんか久しぶりやな。あ、マッシュの好きな。はい。え、これインク瓶じゃない？インク入れ？でも蓋がないよな。書くときにここに入れてみたいな。確かに。それでもいけそうやな。おしゃれ。でもあれやろ、お塩とかのやつかな。この近くに置いてほしい。いや、楽しい。なんか久々に来たらまた。わー、綺麗やな。かわいい。おお。でもあれやな、うまいな。見て、このゴリゴリ。あ、すごい。うわ、これはあれやん。立派やな。あれやな、あの人が使ってさ、ん、ナウシカに出てくる、あの、あっちの女兵士さんね。そうやな、確かにつけてそう。すごい、見て、編み物が。うん、いや。Pour moi, franchement, j'ai même pas envie de les vendre, j'ai envie de les garder pour, pour le plaisir des aventures des serveurs. Quand c'est une aéronie, tu te mets à la chasse. Oh, ça se n'a rien qu'à la. Pour les autres, c'est quoi? スケのやつあんまり。いや、いっぱいやな。イヤリングというよりなんかこうなんねんな。こういう。だっけよ。シュペ。セジュリアン。かわいい。シュペとかめっちゃかわいい。かわいいな。これは確かにかわいい。でもいいお値段。15ユーロ。いいあれなんやな。石使っていいな。かわいいと思った。すごい。パーティーになっていくやつやん。うん、すごい。あ、あいちゃん、お皿、かわいいお皿発見。これでポップトップあ、これがね、なかわいいな。あー、イリア、イリアプレステソン。うーん、ね、
可愛い。いいな、これは可愛いわ。Le auberge de Sarreguemines, messieurs, mesdames. Ah, Sarreguemines? C'est vrai? Sarreguemines? Sarreguemines. Oui, je sais, je sais. Connais? Ah, bon? Montez-le au salarié. Des années 30, même avant, pareil. Ah, c'est vrai? Même avant les années 30, ça peut être des années 20, ça. Ouais. C'est ancien, ce service. Oui. C'est l'autre gamme, le plus beau. Oui, plus beau. J'aime bien. Alors, le tout que vous avez là, vous avez 6 assiettes. Une creuse plate. Dessert, saucière et le plat, le plus juste calculé, ça vous fait 300 euros pour le client. Ah d'accord, j'aime bien 300 euros. Parce que moi, ces assiettes-là, je les ai achetées à 12 euros. D'accord. Je les fais 15 euros pièce. Ok, ok. Merci. Ah, oui, c'est joli. Ah d'accord. Ah oui, ça vous fait une belle table, mais vous pouvez recevoir les parents, là, ou les amis pour 6 personnes. Mmh. 6 personnes. Bonne invitation. Bah oui. Oui, on reçoit des gens. Hein. Ça fait 2枚とかやったら持っててもいいなとは思う。かわいいな、確かに。Avec gâteau, comme ça. Oui, ça c'est le dessert. Oui. Voilà. Oui.Ok, juste je prends deux assiettes. Ah non, non. Non, une table, tu le mets comme Vous pouvez prendre les six, oui, mais les deux, non. Deux. Bah non, parce qu'après. Si les deux? Non. Oui, six, oui. Six. Ah, bientôt. C'est combien? Six, c'est combien ça? Six, combien? Moi, je préfère que vous compreniez le tout. Non, on n'a pas de budget, donc. Ah oui, c'est ça. Non, mais moi, je préfère le tout. Ah, c'est pas. Ah, non, c'est désolé. Désolé. Désolé, hein. Merci beaucoup. Merci. Merci. セットじゃないと難しい。そう、セットじゃないと売れないよって言った。なんか虫はいいよって言いそうになってたけどな。うん。残念。可愛かったな。売れなくなってくる感じ。そう、セットじゃないとな。価値が変わっちゃうから。こちらはどうでしょう。ポイントが変わる気がするよ。ほんま？このお皿見たことある気がするな。何？香水入れじゃない？インク瓶？あ、インク瓶ちゃん。めっちゃかっこよくない？多分香水やと思うけど全然使えると思うんで。しかもガラス普通に蓋やからいい。え？めっちゃ可愛いの？聞いてみたらいくらか。すごい可愛い。こういうのもあれ香水とか入れたりしてたんじゃない？多分香水やと思うけどインク入れてもいいと思う。うん。刺され差し込まれへん。もうここしか無理やから多分無理。やっぱ無理やな。香水やな。香水やな。ただこれはすっごい可愛いと思います。終わり。残念。私ここに1個ある。何？さっきのお皿1個だけここにある。いやほんまや。いくらなんやろ。1枚でもあったら面白いかも。あ、でももうボロボロやから一応値段聞いてみる。うん、何せコンビニさ3クーブやって。おお、セグラフ。ウェイグラフ。ノーマルマンセディゾーン。ウェイあーメアンプー買って。おお、ウェイだと。なんでマークっていうかオッケー。あ、でも同じやで、サングルミン。買う？うん、買う。オッケー、サンクーを。オッケー。レッスンだ。多少汚れてるけど、いいんじゃない？うん。うん、かわいい。レッスン。あ、じゃあこれもあんねんけど。かわいい。あ、でも、それ前なんかあったやつ？これは、あの、持ってるやつのシリーズに似てない？似てる。あ、柄が違う。うん。これいくらなんやろな。またキツ。これもなんか良くない？可愛いと思うよ。なあ、値段1個5ユーロやったら何枚か買ってもいいかな。そうやな。うん。サンクラピエス。サンクラピエス。オッケー。どこ？セルネビール。あ、ルネビール。それオンフランス。フランス、oui。どこ？レストラフランス。どこ？いいんちゃう？俺気に入った。じゃあどれにする？でもあや、俺ちょっとこれも気になってんけど真ん中泣いてたわ。あれや。何のアイテムやろ？違うかな。何？アフタヌーンティーのやつやな。あ、アフタヌーンティーのやつや。こうプシュプシュプシュってなるやつやんな。いうやつかな多分。おそらくプテッド。何枚買おうかな。4枚ぐらいいっとこうか。もうなんかお皿収集家みたいになってる。どんだけお皿買うんですか。お皿収集家になってる。でもお皿手に入れるの寂しいやんな。じゃあちょっと色くすんねんね、こっち。あ、そっか。これほら、すげえ。
なに高いこれ、おお面白い、どうしたらいい、イエーイ、これを買います、買います、じゃあムッシュにお願いしよう、お皿ラブ、お皿ラバー、あこれも可愛い、あほんまやな、あもうちょっと違う、たらいルニビルシあ、セブレ、oui, c'est même marque, c'est même marque. Ah, mais ancien. Et ça, c'est encore plus ancien. Ouais. Mais c'est kawaii, oui. C'est très joli. Oui. C'est très joli. Alors, 4. 4. Et aussi, on peut encore regarder? Oui, tu regardes, tu regardes. Vous pouvez regarder, s'il vous plaît. Merci. Il y a c'est très bon prix, ça. Oui. C'est présent. Je compte pas, d'accord? C'est vrai? Ah bon? Oui. Ah, ah, mais... Après vous cherchez, ouais. D'accord. Merci. Very good price. C'est gentil. Yatta, un mec. Au sara bakka shima kureta kedo. Ah, ureshii ne. Wa, kirei. Kekkou kore mo sa, mukashi datta ore katte ta kamo. Na, kawaii ya na. Un. Kore mo France ya tte. Limoges ya. Gorgeous. Limoges. Iroiro.あれバラバラなんもいいけどこうセットになってるのもいい、あこれやんなさっきのお皿多分そうやな、真ん中には泣いてるやつ、うん、アフタヌーンティーや、アフタヌーンティーした、いやめっちゃなやりたいよなまたな、へえかっこいい、かっこいい、それもあれっぽくない、インクっぽいな、うん、インクじゃないやんな、これなんなんやろ、すごいな、かわいいな、むしゅけすくせさ、ça c'est un encrier、ah, avec la、ça? plume oui、ah. produit pour écrire、ah, やっぱインク入れや、yeah. et ça、oui. stylo、ah, stylo、oui. et c'est encre c'est bronze bronze d'accord bronze やって bronze bronze, bronze. 高いかな、bronze. ça c'est 20 20やってかわいい、いいじゃん、どうですか、先生な、今日書く分だけってピューってやって、まあ無駄は多いけどな、直接よりはそうやんな、うん、いや、無駄のもの買わんとこ、へこんじゃってるな、あ、かっこいい、これペン先入れでどう、いいと思うよ、かっこいい、あー、かわいい、こういうの集めたくなってきたな、最近いっぱい、もう家であれやから、あのアフタヌーンティーやる気満々やから、マジでこれ30って多分30ぐらいと思う、オッケーオッケー、じゃあ倒すか、お皿メシゴクセジュアティーオーバー、さあ、あやちゃん毎度ながら大好きなお皿ゲットです、重たいやちゃん、ここあれやな、なんかまた雰囲気が違って、額とかも多いな、まあ、絵が多いな、ちょっとなんかあれやな、あのアラビアンな感じやな、アラビアンすごい、おお。これ見て、あーすごい、みんなでいっぱいやろうぜするやつやん、わかっこいい、わあ、すげえ。でも1個足りへんねん、もったいない、もったいな、こういうのって1個足りんだけでな、あれやもんな、あ、また同じお皿あるんちゃう、え、あるあるある、あ、ほら絶対いくんじゃん、また違う、でも模様が、いや、このシャッシャッシャはそうじゃない、あ、これ絶対そうじゃろ、しかもこれ古い方ちゃん、やんな、またどんだけ、もうそういう日なんだ、あ、さっきと一緒、でもちょっと違うわ、マーケマーケはないね、もっと古い版やん、さっきトレーニングしてくれたやつあるやん、うん、あれじゃない、すごいやな、うわすごー、わー、あ、でも確かに飾るっぽいな、うん、なんか今日の服とは合うねんけど、すごい、これめっちゃ可愛い、綺麗やね、かけてなかったらすごい美しいな、なあ、うん、マーケないもん、でさ、ほら飾ってた跡がある、だから飾り皿を出してるんや、すげえ、グリーンが来はったんかな、誰かが、面白、ほらすごー、1880年やな、あーすごー、うわ、へえ、だって穴開いてるからさ、あー飾ってたんや、飾ってたんやで、やっぱりかわいい、すごいね、素敵、いいね、いいね、かっこいい、こういうの刺繍
紙じゃない？手書きや。書いたやつやこれ。なあ。すごい。なんて書いてるんやろ。なんかさ、この辺のがさ、すごいやっぱちょっとアラビアな感じがするねんけど。昔の柄かな。あ、何これ。何それ。え、何これ。すごい、あれやん。あのさ、あの、なんていうん、椅子とかのさ、椅子のあの、ボタンをこれにするんじゃない？めっちゃ入ってんね、ほら。すごい。欲しい人めっちゃ欲しいやつ。なあ。いや、面白いね。絵が綺麗やな、これも。あ、ここにいっぱいあったんや。こういう絵はあんまり見たことないから、すごい新鮮やな。え？あ、これ完全にあやちゃんのカリグラフィーセットやん。あ、聞いてみたら30ぐらいやったらありじゃない？うん。あ、こういうのでは塗ったりしたらいいんちゃう。あとでインテリア変えたいってなったら結構捨てる感じかな。こういうのはずっと使いそうじゃない？使いそうかな。しかもさ、これ持ち運べるんやな。入ってうん、この前行ってさ、メロディーグラフィックスさんに置いてそうやで。置いてそう。うん、でも50とかしたらもうアウトやな。うん、50はアウト。本当5、30やってぴったりよ。どうする？30か。でもこことか結構汚れてるもんな。もうちょっと状態良かったら30でもいいかなと思うけど、状態悪いかな。一回落としてるよな、やっぱな。ここも隙間空いてるし。そう、うん、まあもうちょっと見て、で、帰りもう一回見たら。うん、あ、またお皿あるで。でもやっぱ飾り系のお皿が多いな。うん、あ、でもこの器も可愛いな、これ。あれ、これもインクの入れてやるやつやな。いいやん。これほら、可愛い。どう？え、これいいやん。うん、いいよな。うん、ほら、絶対そうじゃない。いやいや、せやな。え、これ可愛いな、この。三セットあんで、ほら。あ、三つもある、うん。金と銀。あ、めっちゃいいやん。金銀。うん、可愛い。とかインテリアとしても可愛いな。うん。ペン軸入れにしてもいいしな。あ、そうや。ペン先な、入れるの。あ、そう、ペン先入れ。そう、ペン先入れにしてもいいと思う。え、これ聞いてみようか。うん。あ、またあるわ、これ。なんかやっぱルーブル美術館の前やからさ、うん、なんかちょっと違うね。確かに面白い。あ、音楽で20号さ20号20号で4わいわいわいパフェセボン20号セジョリアンパ20号セボリバンやって、これ買うんやったらバンやってセビアンさこれはバンバン、キャホン。どうする？コムチュ。わー、バンやったら買おうかな。うん、いいじゃん、オッケー。いい、ジュコン。サバ？メッティムシュはい、アイちゃん。あっさりと15ユーロ安くしてくれたやん。めっちゃ安かった。いや、綺麗にしようね。30ユーロ。あ、30ユーロか。じゃあ10ユーロ負けてくれました。でも10ユーロ負けてくれたら買おうって言ってたから。あ、え、なんか最後プレゼントくれたりさ、導かれてるな今。ありがとう、ありがとう、あさってた。ありがとう、ありがとう、楽しい。わー、楽しくなってきたね。今宵も楽しいんですね。あ、またいっぱいおさらほんまや。これもほら、あ、布いい、布発見。すごいね。てかさ、カリグラフィーの店行ったからさ、今度インク瓶とかさ、そうそうそう、新しいものが目に入ってくるようになって、やっぱあれやな、あの興味が増えると、うん、その飲みの市で見つけれるものが増えるというか。ほんまに皆さんそういうことですわ。皆さんそういうことでしたね。一緒に学んできました。だから例えばさ、次スーツとかを興味湧いてきたら、靴のやつとかさ、なんかそういうのも興味湧いてくんじゃん。確かに、絶対始める。面白い。おお、あ、また、あ、ほら、カリグラフィー来ました、やちゃん。カリグラフィーや。うわぁ、かわいい。読めるんかな。上手やな。見て、これ手紙やで、ちゃんとこれ。こんな手紙書けるってすごいよな。こういう手紙買って貼りたくなるな。確かに。日本もさ、昔の感じめっちゃ綺麗もんな。そうやね、そこやね。ほら、かわいい。そうやと思うわ。あ、綺麗。あ、うわ、メルウィッサン。
100 sons. Il y a 200 sons. すごい。こんなさ、あのちゃんと残んねんな。やっぱインクと紙ってすごいね。ちゃんと置いとけば残るねんな。わあ、素敵や。すごいな。すごいな、カリグラフィー買ってからこういうのに初めて見た。すごいね。わあ、絵がいっぱいある。いつの結婚式だよな、この写真。なあ、でもその周りはなんか綺麗な。なんでこう日本のやつちょっと混じってんの、面白い。こけしとかさ、ほら熊のやつとか。なあ。わあ、石がすごい。いいよ。あ、ウキスラスリンやな。ほんまや、前のあやちゃんのイヤリングの。多分そうじゃない。ね。綺麗。イヤリングにしてもいいし。買うねんな。ネックレスにしてもいいな。この石やってんな。かわいいな。なんか、やっぱ石ってエネルギーあるって言うやん。やっぱなんかすごいここだけパワースポットみたいになってんじゃん。いいよね。なんか顔見たし。あ、これとかほら見て。あ、すごー。あれか。わあ。なあ、そして黄金比率でくるくるなってます。かっこいい。わあ。みんなやっぱり見てはるね。あ、ここすごいやん。もうアンモナイト祭りみたいになってるやん。でもさ、これ多分な、売ってるからあれやけど、自分でもし、ホリホリして見つけた時って、うん、めっちゃ興奮しそうじゃない？すると思う。いや、いいよ。これはまたすごいゴージャスな。リモージュやって、これも。へー。リモージュキャステル。リモージュ、あ、奥にもあるんや。ジョイくん！あ、ニコちゃん。こんにちは。そう。見て、これ。ゴージャス。あ、ゴージャス。これルーブルリボリー駅におった。そう。ルーブルリボリーのメガネ。あ、これは見つけた。かわいいやん、それ。あ、これは無理だった。スポット取れるタイプや。あかんな。でもかわいいですね。うん、でもあの家用のインク瓶としてはいけると思う。うん、いいな。綺麗。やっぱリモージュが多いのね。ここは結構お花が柔らかい、お花がいっぱいの食器が多い。あ、なんか見たことあるね。このゲームがいっぱいあるから。うん、これすごいな、この美容セット。はい。ということで今日の収穫でした。なんかちっちゃいところやからそんな手に入らんかなと思ったら。バッチリお皿とあやちゃんのこれとインク入れといろいろ手に入りました。はい、よかったね。よかった。まあ前でながら目的のものは手に入らなかったけど、ほんまやね。でもいいよ、出会いやもんな。出会い、今回もですね、帰ったら、購入品紹介したいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。オーバーアビアント。風強い、今日風がちょっと曇ってきたね。Thank you.